一問一答で覚える、中学受験、理科をご視聴いただき、ありがとうございます。この動画では、地層と岩石の、流水の働き、川が作る地形について学習します。それでは早速始めましょう。第一問。流水の山砕用のうち、流れる水が、地面を削り取る働きのことを、何と言いますか？正解は、侵食作用です。流れる水が、地面を削り取る働きを、侵食作用と言います。第2問。流水の山砕用のうち、流れる水が、土や砂などを運ぶ働きのことを、何と言いますか？正解は、運搬作用です。流れる水が、土や砂などを運ぶ働きを、運搬作用と言います。第3問。流水の山砕用のうち、運搬作用によって運ばれた土や砂などを、流れが緩やかな場所に、積もらせる働きのことを、何と言いますか？正解は、堆積作用です。運搬作用によって運ばれた土や砂などを、流れが緩やかな場所に、積もらせる働きを、堆積作用と言います。第4問。侵食作用が大きくなるのは、流れが速いところ、遅いところのどちらですか？正解は、速いところです。侵食作用は、流れが、速いところで大きくなります。第5問。運搬作用が大きくなるのは、流れが速いところ、遅いところ、水の量が多いところ、少ないところのどちらですか？正解は、流れが速く、水の量が多いところです。運搬作用は、流れが速く、水の量が多いところで大きくなります。第6問。堆積作用が盛んになるのは、流れが速いところ、遅いところのどちらですか？正解は、遅いところです。堆積作用は、流れが、遅いところで盛んになります。第7問。川がまっすぐに流れているとき、流れが最も速いのは、川の中央、川岸に近いところのどちらですか？正解は、川の中央です。川がまっすぐに流れているとき、流れが最も速いのは、川の中央です。川岸に近いほど、流れは遅くなります。第8問。川がまっすぐに流れているとき、川底が最も深くなるのは、川の中央、川岸に近いところのどちらですか？正解は、川の中央です。川がまっすぐに流れているとき、川底が最も深くなるのは、川の中央です。川岸に近づくにつれて、浅くなります。第9問。川がまっすぐに流れているとき、川底に大きな石が多いのは、川の中央、川岸に近いところのどちらですか？正解は、川の中央です。川がまっすぐに流れているとき、川底に大きな石が多いのは、川の中央です。川岸に近づくほど、小石や砂が多くなります。第10問。川が曲がって流れているとき、流れが速いのは、外側、内側のどちらですか？正解は、外側です。川が曲がって流れているとき、外側の川岸に近いところの流れが速くなります。内側の川岸に近いほど、流れは遅くなります。第11問。川が曲がって流れているとき、川底が深くなるのは、外側、内側のどちらですか？正解は、外側です。川が曲がって流れているとき、外側の川底が深くなります。内側の川底は、川岸に近いほど浅くなります。第12問。川が曲がって流れているとき、川底に大きな石が多いのは、
外側、内側のどちらですか？正解は、外側です。川が曲がって流れているとき、川底に大きな石が多いのは、外側です。川岸に近づくほど、小石や砂が多くなります。第13問。川が曲がって流れているとき、川岸が削られて、崖になっているのは、外側、内側のどちらですか？正解は、外側です。川が曲がって流れているとき、川岸が削られて、崖になっているのは、外側です。内側には、小石や砂が積もって、河原ができています。流水の働きの、まとめ。川が、まっすぐ流れているところでは、川の中央の流れが速く、浸食作用と運搬作用が大きくなるので、川底が深くなり、大きな石が多くなります。まっすぐ流れている川の、川岸に近いところの流れは遅く、堆積作用が大きくなるので、川底が浅くなり、小石や砂が多くなります。川が、曲がって流れているところでは、外側の流れが速く、浸食作用と運搬作用が大きくなるので、川底が深くなり、大きな石が多くなります。そして、浸食作用によって川岸が削られて、崖になっています。曲がって流れている川の、内側の流れは遅く、堆積作用が大きくなるので、川底が浅くなり、小石や砂が積もって、河原になっています。第14問。流水、雨、風、温度変化、生物などによって、岩石や地表が崩れていくことを、何と言いますか？正解は、風化、風化作用です。流水、雨、風、温度変化、生物などによって、岩石や地表が崩れていくことを、風化、風化作用と言います。第15問。川幅が狭く、両岸は崖になっている場所が多いのは、川の上流、中流、下流のうち、どこですか？正解は、上流です。川の上流では、水の量が少ないので、川幅が狭く、川底の傾きが急なので、流れが速くなり、浸食作用によって、両岸は削られ、崖になっています。第16問。川幅は広くなり、両岸は崖や河原のところがあるのは、川の上流、中流、下流のうち、どこですか？正解は、中流です。川の中流では、上流と比べて川幅が広く、水の量も多くなります。川底の傾きも緩やかで、流れも緩やかになります。曲がっているところでは、外側は崖になり、内側は河原になるところがあります。第17問。川幅がとても広く、広い河原があるのは、川の上流、中流、下流のうち、どこですか？正解は、下流です。川の下流では、流れはさらに遅くなり、水の量もさらに多くなります。堆積作用が盛んになるので、砂や泥が積もった広い河原があります。河口付近は、砂や泥が大量に積もり、広い平野が作られます。第18問。角張った、大きな岩が多いのは、川の上流、中流、下流のうち、どこですか？正解は、上流です。角張った、大きな岩が多いのは、川の上流です。第19問。角が取れた、丸い石が多いのは、川の上流、中流、下流のうち、どこですか？正解は、中流です。角が取れた、丸い石が多いのは、川の中流です。第20問。丸い小石や、細かい砂が多いのは、川の上流、中流、下流のうち、どこですか？正解は、
下流です。丸い小石や細かい砂が多いのは川の下流です。河原や川底の石は下流に行くほど丸い小石や砂が多くなります。また、川の石は川の上流から下流に向かって傾いて並んでいることがあります。第21問。川が作る地形のうち、川の上流で見られる断面が V の字の形をした地形のことを何と言いますか？正解は V 字谷です。断面が V の字の形をした地形は V 字谷です。川の上流は水の流れが速く、川底や川岸が削られて、長い年月の間に深い谷ができます。第22問。川が作る地形のうち、川が山地から平地に出たあたりにできる、小石や砂が扇を広げたような形に積もった地形のことを何と言いますか？正解は、扇状地です。小石や砂が扇を広げたような形に積もった地形は、扇状地です。川が山地から平地に出ると、水の流れが遅くなり、上流から運ばれてきた小石や砂が積もって、扇状地が作られます。第23問。川が作る地形のうち、河口近くに見られる、砂や泥が積もった、三角形の平らな地形のことを、何と言いますか？正解は、三角州です。砂や泥が積もった三角形の平らな地形は三角州です。川が海や湖に注ぐ河口近くでは流れがとても遅くなるため、砂や泥が積もって三角州が作られます。第24問。川が蛇のように曲がりくねって流れることを何と言いますか？正解は、蛇行です。川が蛇のように曲がりくねって流れることを蛇行と言います。川が曲がって流れるところでは、外側は削られ、内側は小石や砂が積もり続けて、曲がりが大きくなり、川は蛇行していきます。第25問。川が作る地形のうち、川が蛇行したところに見られ、曲がった部分が三日月のような形に取り残されてできた地形のことを何と言いますか？正解は、三日月湖です。曲がった部分が三日月のような形に取り残されてできた地形は三日月湖です。大雨などで溢れた水がまっすぐに流れるようになると、曲がった部分が三日月のように取り残され、三日月湖が作られます。第26問。川の浸食作用、運搬作用で河口まで運ばれた土砂が、層になって積み重なってできたものを、何と言いますか？正解は、地層です。土砂が層のように積み重なったものを、地層と言います。川の浸食作用、運搬作用で河口まで運ばれた土砂は、海底や湖底に堆積します。粒が大きく、重い小石は河口付近に、粒が小さくなるほど、遠くに堆積するので、堆積する土砂は粒の大きさによって分けられます。海の深さは長い年月をかけて変化します。海の深さが変化すると堆積する土砂の種類が変わるので、粒の大きさが違う土砂が重なって、地層ができます。問題は以上です。今回は、地層と岩石の流水の働き、川が作る地形についての学習でした。このチャンネルでは、地理、歴史、公民、理科、国語など、中学受験に役立つ動画を多数公開しています。ぜひ、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。